やっほー、趣味だよ。今日はね、とりあえず爆発落ちになるようなことはない。で、まあ、いきなり始まったんだけど、今回はね、ポケモンセンターオンラインと、アマゾンで買ったものを、まあ、ちょっとね、紹介しようかなと思うよ。で、おまかせデッキ、これ、あれだね、先週先々週ぐらいに発売したやつかな。ポケモンセンターオンラインと、アマゾンの方で、使ったよ。で、次が、ポケモン GO プラスだね。ポケモンスリープが楽しい。どういうゲームになるのかね、ちょっとね、興味あるんでね。ポケモン GO プラスプラスも買ってみた。次がね、ハーフプレイマット。動画の撮影してるとき、ピカチュウ柄のプレイマットとか敷いてたら、可愛い画面になるんじゃないかな。最後がポケモンコインコレクションだね。これがポケモンセンターオンラインさんで売ってたので買ってみました。で、全10種類でミカノン、コダック、ヤドン、フーディン、カイリュウ、パピモッチ、バッタネズミ、セグレイブ、ルクバリス、メルタ、全10種類。まあ、この中だと、メタモンとか欲しいよね。メタモンと、まあ、あとメルタン、海流あたり。これもちょっと後でね、紹介すると思うんで。はい。先に、花を持たせた方がいいかなと思ったので、ピカチュウのラバーマットから配布しよう。簡単に開けられる。はい、あ、かわいい、かわいいよ。あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいよ。花がなんかデカの開封してる人みたい。あ、これいいじゃん。あ、すごい、なんか一番買ってよかったなって感じがする。はい、じゃあ画面も可愛くなったということで、おまかせ EX スタートデッキを開封していこう。全然違くない？なんか今までの画面は何だったんだっていう感じ。すごい、これはね、ほんといい買い物したわ。じゃあね、おまかせ。まずは一箱目なんだ。はい、なんか見えたけど、もしかしてミライドン。ミライドンか、ミライドンか。バーで買ったんだよね。あー、かぶりですね。かぶり、かぶりだけどな、誰かにあげればすぐこれで遊べるっていうのはでかいからな。別にいいっちゃいいけど。2つ目はなんだ。2つ目はなんだ。あー、シークレット、シークレットが出ました。ルクバリス EX。 シークレットはね、光ってるんだよね。こういうところでね、運をね、発揮していく。なんかもう一個、カイリューなんだよね。カイリュー、まあ、欲張り、全然嬉しいけどね、シークレット。なんか開けるか悩む。とりあえず、開封はいいか。まあ、あと、表だけだからね。残りはノーマルカードだと思って、よく見る。ポケモンコインコレクション。まずは、一つ目。お、メルタン。メルタン。あら、メルカワ。メルカワだよ、メルカワ。じゃあ、二口目。おっ。ああ、欲張りっす。欲張りっす。お前、なんか縁があるな。かわいいぞ。
出る気か。3つ目シグレイブね。次はい、あーハピモッチ。次最後ラスト、なんだダブルヨクバリス、なんだろう、マックスデッキ合わせたトリプルなんだけど。というわけでポケモンコインコレクションのね結果ね、こんな感じでした。まあ、ミルタンがね一番嬉しいかな。まあ時点でハピモッチって感じかな。はい、というわけでね、まあ、総評なんだけど、まあ、ヨクバリスとね、ミライドのデッキが出て、まあ、ヨクバリスシークレットだからすごい嬉しい。出てくれてありがとう。ヨクバリス。出てくれたから、ヨクバリスの、ピカチュウ、ピカチュウの目をヨクバリスにしとこう。次にメルタン。このキレテンダー EX インク。やっぱね、プレイマットがね、でかいね。これ本当に買ってよかった。今年一番買ってよかったものかもしれない。これはね、本当にもう、今後もね、ずっとね、使っていこうかなと思います。スロータキキチャンネル。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録もお願いします。Twitter もね、やってるから、フォローしてもらえると嬉しいかな。それじゃまた次の動画でお会いしましょう。またねー。